この間ほどじゃないね。おはようございます、カブパパです。今6時2、3分、ここはですね、まあ見た通り上高地ですね。先々月も来てるんですが、今月もですね、まあすっかり秋めいちゃった上高地を歩いてみたいと思います。一応今日の目的地は唐沢ですね。ちょっと途中で徳沢園で空転をしてですね、唐沢まで、まあ軽くなった荷物を担いでですね登っていくと、まあそんな感じです。あずさ川です。こっちが西穂。いやいいね、いいね、バッチリだね。さすがにね、まあ前回2ヶ月前来た8月の終わりはものすごい人だったんですよね、この時間。すごい。これはかっぱ橋ですね。今ほとんどいないっていう感じ。まあさすがにかっぱ橋の方には何人かいるのが分かりますが、いや誰もいねえ。まあ一応お約束ですので、かっぱ橋に寄ります。おお、焼け岳が見事に、まだ朝焼けは当たってないですね。ここ閉まってる。これが5000着ホテル。それでは徳沢方面に向かって歩いていきます。5000着だ、ちょうど1500m。いやー、もうシーズンオフになりかけてることもあってですね、前回来た時よりもだいぶちょっと寂しくなってますね。おかしなことになっちゃうんですが、やっぱりこう担いでやるのがキャンプなんで、小梨平のキャンプ場です。今日はですね、すごくまあ、晴れてるってこともあって放射冷却で気温が釜トンネルの手前で2度ぐらいでしたね。ちょうど歩きやすい季節かなとは思うんですが、まだちょっと体が温まってないんで、すごい寒くて震えてます。はい、あずさ川のたもとに出ました。いやすごい澄んでる。そして正面はおなじみの
明神岳ですね。こっち側が明神槍、ちょうどこの裏側というか向こう側が前穂高になりますね。うわ人少な。6時55分明神に着きました。50分くらいで着いたんだね。そう、あれ、なんか食うもの、イエーイ、モーニングカレーサラダ付きです。カブママのはモーニングおしるこ、もちいい。温かいものが食べられるね。めちゃくちゃうめえ。半端じゃねえ。僕のお汁粉を買って、入んなくて置いてきた。うん。あら、かわいい。24分、カレーの美味しかった明神館を出てですね、徳沢に向かいます。ちょっと絡んでてみます。ちょうど8時ぐらい。こっちが横方面ですね。紅葉はねまだ全然といった感じです。多分あと1週間10日ぐらい後から見れる感じになってくると思います。8時15分ですね。明神出てから45分ぐらいかな。徳沢に着きました。今日はですねここに空天張ってそれから唐沢行こうと思ってます。ここが井上靖の小説氷壁でおなじみの徳沢園ですね。まあ昔は徳沢小屋ですけど、はい、こんにちは。テント受付してきました。今8時25分、ちょうどねこの木なんだろう、この木の下。いや重かったぞ、いろんなもの入ってるから。今ね9時25分ぐらいですね。とりあえず、VS30 を、空転しましてね、まあ、多分ねこの辺のテントもみんな空なんですけど、空転したついでに、荷物をですね軽くしまして、
僕があのバルトロからですねミュータントカウママが、これはノースフェイスのテルスかな、33リッターそれぞれ唐沢ヒュッテまで一泊するだけの荷物にですね絞って軽くして、今からですね横経由で唐沢カールまで行きたいと思います。どう、軽いですか？めちゃめちゃ軽い。軽いですか？軽い余裕だね。はい、横向かっていきたいと思います。出発から14分、新村橋ですね。帰りはですねパノラマコース経由で帰ってくるんで、あの橋を向こうからこっちに渡って、特産に行くっていう、まあ、そんな予定でいます。まずは横まで行きましょう。ここら辺も全然、まあ、紅葉のこの字もないぐらいで、さっきちょっと漆の葉がね赤くなりかけてたのを見たんですが、他はそれっぽいのはないですね。晴れてきた、最高の天気になった。うん、はい、10時25分陽光です。すごいハイペースで、やっぱりテント少ないですね。じゃあ陽光ではトイレ休憩、あと水汲み。いやー最高の空今ですね10時50分、天気は最高。今から横尾からですね本日の目的地唐沢カールに向かって、出発します。あの8月に来た時は、足の付け根が痛いとかね、あと吐き気とかね、まあ、おっさんらしい症状で本谷橋の手前で帰ってきちゃったんですけど、まあ、今日は大丈夫だと思います。お、唐沢方面土砂崩れということです。横大橋の下もねキャンプ場ですね。8月にテント張ったのはあの木の奥、今のそうそうそう。さあ横大橋を渡り切るといよいよ上高地からおさらばしてですね、穂高に向かいます。相変わらずスーパーウルトラ綺麗。ここをまっすぐ登っていくとですね槍ヶ岳行きます。行くべ。横尾橋過ぎて2分ぐらい。いや、屏風岩が現れましたね。やっぱりね
行動食は亀田製菓の柿ピー、これ一番。カブマはビールのおつまみをもう食ってます。美味しい。力が違う。すいません。ちょうど横から1時間ですね。本谷橋に着きました。